皆さんこんにちは動画をご覧と通すことが最初にいただきありがとうございます本日は小林さんちのメイドラゴンえー、こっちら見ていきたいと思いますよろしくお願いします、えー、先週から始まりましてねいろんなキャラクターが出てきた時にまあ、みんな感動したと思うんですけどもまあ、その中でまた新しいキャラクターとしてねイルルっていう混沌勢が出てきております、えー、ラストの方には小林さんの下にね男の何をつけてみたいな展開があったんですけどもまあ、その結果今週一体どうなるのか小林さんがもう間違いなく トールがそれを放っとくとくは思えない展開でちょっと笑いがありつつまたこのイルルの物語の中でちょっとシリアスな展開っていうのが組み込まれていくのかなと大体いいこのねドラゴン一人一人って結構重いテーマっていうかさ色々あったりするわけじゃんそこら辺がこれからこの3話4話使って描かれながらいつも通りのそのメイドラらしい日常っていうのも描かれるって展開なんでしょうね、えー、というわけでね早速この第2話見ていきたいと思いますので皆さん録画 しかびで読んだものを使って一緒にお楽しみください簡単なごとになりました本編スタートですさあスタートでーすち、うん、ちっちゃいあー昔のお話かな 人間大好き。うん。おうん。え言うな、ああこれであれか。考えが変わっちゃったのか。この子は。これで混沌勢に落ちるんだね。ああ両親も。ああ まだ幼くて分かんなかったのかなそこら辺が。けど、だからって、けどね、仲良くできてた人もいたのに、きっとこういう、周りの大人が、考えが変わったせいで、せ、まあ、っては言えないけど、いろいろあったから。けど、それのおかげで、影響を受けて、今のイルルみたいになっちゃったんだろうね。 根底では、多分さっきの遊んでた子供たちみたいな、一緒にいたいっていう願望もあるんだろうね。いや、だからここら辺が今回、どうなるかだね。この小林さんたちと接することによって。まあ小林さんが、またこのイルルちゃんのその気持ちっていう部分を少しずつ溶かしていくんだろうけど。で、 ここにいる少年が、イルルと一緒に映ってるんだからえ、えあの子は、だから、何なんだろうね <laughs>。わかんねえ <laughs>。あとはもう、先週ね、YouTube の方にさ、一気のオープニングがさ、この声優の皆さんが歌ってるバージョンがね、 そう完全に再現、キャラクターを再現しながら歌ってるのが乗っかってるんだけど、もうぜひ皆さんに見てみてほしい。もうその中に出てきている小林さんの再現性もまんまそれだから、もうぜひチェックしてみてください、見てない人は。さあ、小林さん。だよねうん。<laughs> どうなのよし。あー、トールとかにね。 会いたくないんだろうね。会って気づかれたらもう絶対襲われちゃうよ。<laughs> ちょっと切ないね、それはそれ。おい通るまあ、けどこんなの普段からある話なんだろうけど、ちょっとあれなっちゃう。<laughs> 自分の下にあれがあるから、ちょっと意識しちゃうんだろうね。うわいや <laughs> いや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 。あ、それともあれかななんか、 んなんか作用してんのかそういうこと <laughs> いや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 小林さん。ムラムラしてんのトールに。いやー。どうかなうん。<laughs> 読んでる。さすが小林さんうん。 時間経過ああ、だったらなんとかおとなしくしてればね。いやけどそれを気づほっとく通るではないと思うな。それかかんなちゃんが気づいちゃうかな。うん。頑張れ。朝。朝立ちとか。そんなことねえか。失礼しました。かんなちゃんね。<laughs> 最高。<laughs> いいねえ。羨ましい。小林が。 クソカワかわ。<laughs> いやーそんな、そっけない態度しないであげてほしい。カンナに。うん。逆にそれがね、違和感というか、気づくきっかけになるんじゃね、うん、ね。<laughs> そうなるよね。種族保存の営み。 ああ、裏道お兄さんかなえシャシャシャキー <laughs> 何んああやるんだこんな時に <laughs> いやいやいや、まあ、前がカンナちゃんだだけいっか。ぎゅーってう <laughs> うーううー,うーんしかも前のカンナちゃんに異うもう浴場しちゃうのはちょっとやばいぞ、きっと。 こっちがやばいね、トールの。<laughs> それは許そう。ねうん。厳しく言えないね、さすがに。<laughs> いや、これこんなことしてたら、トールあれじゃない落ち込んじゃったり、何か勘ぐるだろう、きっとうん。日常なんだろう。<laughs> いや、よかったって、ああ、そういうことか。 で徐々にちっちゃくなっていくあれ見てトイレ済ますってどうなのうんうん昔はそういうことじゃない時代の記憶もあるっぽいからね。そこがまた葛藤しちゃうんだろうな、きっと、イリル,ルは。おうん。お酒大好きだもんね、小林さん。 あ <laughs> 出た、木彫りの。早くまた近隣の方々も出てきてもらえると嬉しいんだけど。うん。もうちっちゃくなってきてるっていいしね。えなんだえあああ <laughs> 気づいてた <laughs> やばい <laughs> すごい顔あれ。<laughs> あー、出た、このポーズ。 全然こう、もう、かわいそがってない。直してあげるって。やばい、やばい。おもう、カメラアングルをしたえあー。<laughs> 脱いだことによってね。わわわわ。なんか違う方向行っちゃったな、通る。 で、その間にもうあれなんじゃない治っちゃったんじゃないこれ。違うよしって言ってたから治ったのかああ。<laughs> メイド服脱がなかったらね。もう少しチャンスあったかもしれないね。んおひなさまああサイカワジョージうんふんあ、もうほんと好きだね。 いやー、微笑ましい。え、あれだけあれだけもし、さ<そ>。んいるるなんでこんな必死なのおおえ誰えなんだあ、超和勢途流派。えなになになに何が起きたの死んだ時？ いや、やばくね <laughs> イルルやばくねなに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 うん。ああ小林さんはあれか。で、イルルに会いたいから、あんますぐに家に帰らずに、待ってるんだあ。これであれかなさっきの襲われそうになってるイルルを見つけるのかな 綺麗な作文いやだからここまで一緒に通ると過ごしてきた時間がやっぱ小林さんの中でもね無駄になってないというか養われてる部分があるよねいろいろこの考えああこれやっぱ来ちゃうんじゃないかああえやられたああそっち やられちゃってるのさ。あ、え、まだいるのいや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 、やばくねいや、エルマとか来ないかな会社がいいな。いや。超置いてか、置いてはいかないだろうね。小林は また、いろいろとドラゴンのね、中の世界の常識とか、人間の常識通じ、何えああ、お、え何どうする気そいで。なんか来るのかあれを鳴らしたら。普通に普通に警報いや、頑張ったね。小林。だろうな。 人一人抱えて女の人が走るって。あ、今来んのかなと思ったらちょっと空のシーンがあったから。通るとかが。さあ、思いがけない形で再会しましたけど。ああ、もう治ったんだね。ああ、まだ隠れてる状況か。いやーけど通るとか来ねいかな。 いやー悲しい。No! 小林さん。うん。だからその葛藤してる部分があるから、小林に救い出してほしい気持ちがあってのはあれなのかもね。 うーん、だから、周りの奴らに入れ込まれたその知識というか、あれを否定しなきゃいけなくなるからか、今の発言は、うん。ここだね。いやー、だからここ、もうあれなんだろうな。いやー、そっちの気持ちを大事にしたいなら、大事にすればいいんだよ、いルい てか、展開があれだね。もっと3話4話使うのかと思ったけど、もうこれ終わるんじゃねえか。この2話でイるルル。あ、ほら、口に出して言ってるじゃん、これ。いやー。あー小林。いい。<laughs> <laughs> いいメ、ね、ドラ。あ、どっちボール <laughs> 懐かしい。うーん、すごいよね。流動詞のうん。うーん。いいな、この言い回し小林の。騙されよ いや、こんなんイルル好きになっちゃうじゃんね、小林のこと。うん。うん。あ、えあ、いた後ろに。全然気づかなかった。うざ。いやー、来ねえかな。イルルが戦うのか。 小林と一緒にいたいから、頑張っちゃう感じかえ小林さんいや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 、危ないよ。おいえ殴られたけど。やば。んんああ通る、ああしかもこれ殴られたとこ見てたとしたらもう、 ブチ切れモードじゃないですか通る。え、ほらえ、見てたんだね、きっと。やばい、もうこいつ死んだわ。終わりだ。通る。かっこよ。<laughs> もう戦闘がマジで、先週もそうだったけど、すごいよね。はいはい。だったら呼べ、呼べ。ほら。おーいすごい 壊すのは肉だけ。ああ、もうこいつダメだね。けど、ここでやっつけてどうなんだろうな。この後、イルルがもう狙われないかどうか。あ、もう終わり <laughs> あっという間。<laughs> さすがス通る。小林さんのことになるとすごいね。おー、おつの、角折れてますやん。うん いや、イルルどうなるかねこれで。本当にもう終わりかねあいつ。おお結構やばい傷だったんだね。あんな血がし。え <laughs> ちょっと、私欲が、ね <laughs> けどまあ、まあ、やらないよりはいいね。イルルは一緒に舐めてないのかなんなんだうん。 いやあ、年を取れば取るほどほんと友達とかできづらくなるからな。みんな若い時に出会った友達は大事にした方がいいよ。ああ、なに寝ないでそばにいてくれたのかんなちゃんも。あ、イルルはどうなってんだ あ,あ、そこね。そこ。あ、一緒に寝てんのもしかして。ああ。横に、ああ。やっぱ、いい子なんだよね。こうやって泣いて。いや、<laughs> かわいい。騙されろ騙されろ。れろいやー いい話だな <laughs> トールにとっては困ったかの。これはもう最大のライバルだね。で、いつくんだここに。ね。カンナと隣にいるるとか、やば。あ、そういえば、いるる。そうか、手、あれだね。人の手になってるとこ見たことないかも。うん。えへへ。 ええー？これがまだもうだってこれからあるじゃん。下見たら何も見えないけどね。腕も組めんよ。<laughs> ふんにょ。ふんにょ。言い方。うん。かんなちゃんよりあれだね。またゼロからで。 なあ,あ。乗せちゃう感じは <laughs> いは、ははええよ。チョロゴンだね。本当に通るわ。<laughs> もう、小林がああいう風に言えば何でも聞いてくれんだね。何を見てるんだああ、この二人、前回、そうだよね。 いや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 、しくせ <laughs> うーん。あ、お互いに、後ろに、小林さんのあれがあるからね。そういうことはできないんだね。いやー、マニュアル。ああ、そっからだね、まずね。これはないもんな、生きていくのに。うん。ちょっと。 うん。けど、実際に見たら気持ち悪いだろうね、こんな一本の丸って。いやいやいや、そのまま、確かにね。えうわうわやだ集合体は苦手だ、ああいう。ああ、終わった、うん、そうだね。さっきの手やべえな、てか。 えちょっと、何何言ってんの、トールマニュアルじゃなくね <laughs> いや、それマニュアルじゃないって、これもう。うん。まあ、トールが言うことじゃないわな。<laughs> 確かに。かつって <laughs>。突っ込むでないってか。 いや、かんなちゃんのは入らない。うーそ。<laughs> やべ<え> <laughs> あーもうかんなちゃんが悲しむぞ、そんな服ダメにしたら。あートールってこれ鱗なんだっけうん。あーおーいやさすがトールだね。入るんだね。てか、手、もう手直して、 今の言い方可愛くないうんま、<laughs> 言えてないね。いや、もう、全部素直な気持ちやん。こんな怖くはねえけどな。ここ、ここが怖い。やりたいこと ああうん小学生。仕事。いいね、言い方。ああいいかも。上級生的なえーね、ちょっと年齢がいまいちわかんなくなっちゃったな、俺これ。え何この今のラブリー空間。うんお。まだ悩んで、まだの手だ、多分。 ずっとその体勢もしかして。うん。小林。お早い。<laughs> <laughs> それか。それなのね。うんー。けど、通るの前でそれ言っちゃダメだな。<laughs> けど、言い方が、いやー。 いいねちょっと。え <laughs>、何今のね一瞬なんか、そうね。つ <laughs> け、いや、もうおかしい。さあ、カンナちゃんには聞かせたくなかったな <laughs> 使い道のないテイス <laughs> うん、ああイルルの。かわいい。 イルも。ああ、終わりもう、メイドロは1時間くらいやれば、毎週。ねえ。こんな心温まるお話やれるんだから。いや、にしてもちょっとイルルのお話、ね今日前半のあの子供の頃のお話やってた時に思ったけど、もっとなんか3話4話くらいかかるくらい大変なお話になるかなって思ったけど、今回で落ち着いたのかな あの、トールが追い返して、あの、超和ゼのあいつはもう、クレ、クレメスだっけなんか、あれは終わりなのかないやー、けど、いいね。小林さんって本当にさ、みんな骨抜きにしちゃうね。けど、ちょっと、イルルは早く手は、あれにしてね。もう、俺はあれはもう絶対もう見たくないからね。 もう一回見直すと思うんだけど、これ。あそこだけはちょっと飛ばすわ。もうほんと集合体苦手だから。さてカあの、トールとイルルとカンナちゃんが今度小林さん家に住むのか。めっちゃ面白そう。あの、最初に教育番組を一緒に見てるイルルとカンナちゃんって絵も最高だし、逆にこのトールとイルルのやりとりっていうのもね、これから楽しみでしかないね。まあ、逆に小林さんは、 まあ、賑やかになったっていうか、大変な家になっちゃったね。てかもう手狭じゃない少し部屋が。ね。さあ、次回予告。ああ、この二人、あれ、最高。いや、だから、引っ越しとかってお話になるんじゃないえ <laughs> ドラえもんまさかの。課外活動をもつもん。え、何何来週。 課外活動ってカニ。なんかもうね、あんだけ4人もいたら、ちょっとまた引っ越してパターンもあるのかなって思ったんだけど、そうはならないんだね。イリルはなんかその、ドラえもん的な感じになっちゃうんですね。で、来週のちょっと課外活動っていうタイトルが一体何が起こるのかね、サイカーも出てきそうだし、また楽しみですね。はい、というわけでね、えー、今回小林さんちのメイドランを見させていただいたんですけども、えー、皆さんの今週のードに対する感想だったり、僕のリアクションに対するコメントなどお待ちしております。以上、動画も撮影お送りしました。バイバイ。